ですね。どうですか、広島や浦和との違いというのは何か島村さん見ていて感じられることはありますか。特に今年感じるのはやはり少しプレスを前から行っていることですね、はい、シュート、バーゲット2点目、また島村竹富ですか。またですかね、島村さん。竹富選手ですね。ですかね、はい、決定的な1点目が入りましたね、はい、ここですね、この後ここですね、竹富選手。あー、そうですね、もうボールが来ると信じてゴールまでの道筋を描いてましたよね、はい、これ左足でファーサイドを狙ったシュート、反応も早かったですし、はい、キーパーが届かないところへ素晴らしいシュートですね。そうですね、2点目、これはちょっと